はい。こんにちは、しゅうへです。今日はですね、素人が、えー、ノートで285万円稼ぐまでにしたことまとめっていうことをね、話していきたいなと思います。で、ノートっていうのはね、え電子書籍のプラットフォームだったり、ブログを無料で書いてで,できるプラットフォームだったりするんですけど、まあ、今日こんなツイートをしました。はい。えー、この1年でノート258万円稼い、あ、まあ、売り上げていると。うん。えー、借金返せるやんやけどね。まあ、900円の月と、ま、136万円の月があるのはなんとも言えない感じみたいなツイートしたんですよ。で、まあ、あの、今日そうですね、あの、まあ、ノートってね、こと、この1年 年ぐらいでどれぐらい稼いだのかなというのを確認してみたんですねで一番最初が2018年の5月でえっとそこから2019年のねえっと3月まであるのでまあ4月まで入れてまあ初めて1年なんですけども、まあ おかげさまでね、11ヶ月で285万円ぐらい売り上げてましたね。まあ、サラリーマンのお給料ぐらいが、まあそうですね、電子書籍というか文字でね、えー、稼げたっていうことですね。で、1ヶ月あたりで言うと、約25万円ぐらいね、えー、稼いでましたと。んで、思ったのがね、うん、暮らしていける。文字書けば暮らしていけると思ったんですよ。で、まあ多分ね、これを聞いてる人も、まあ、副業とかいろんなことでね、まあ、あの、何かこう、いいものないかなって探してると思うんですよ。で、ノートおすすめなんですけどね。ね、まあそういう風に稼いでると、すごいこと書かないとダメっていう風に、あの、 思思われる方が多いと思うんで,す、ね、で、すねでまあ実はそんなことなくって、えー、実、あのね、もう必要な情報を書けばいいっていうことだけですね。うん。 必要な情報です。必要な、必要な情報であれば売れますね。はい。で、まあ、ぶっちゃけ誰でもできることっていうことなんですけども、まあ、ぜひね、副業や独立を考えてる人の一つの選択肢になったらいいかなと思います。で、というわけで今日はですね、その、えー、素人が、えー、ノートで285万円稼ぐまでしたことまとめっていうのをね、えー、話しておきたいなと思います。で、まあ、先にね、結論的なことも、えー、ツイートもしてるんで、まあ、書いておくとですね、サクッと紹介すると、まあ、ブログを300記事ですね。まあ、累計は400記事なんですけど、約2年間ぐらい運用しましたと。で、1日、約 平均30ツイート1年継続。 ツイ,ツイッターのフォロワー数を、えー、月1000人か2000人ぐらいのアップを、えー、10ヶ月継続、SNS やブログに役立つ情報コツコツツイート、都度困ったことをメモ、みんなが避けたがる失敗や課題の解決策を提示っていうところですね。はい。で、まず一つ目なんですけども、まあブログをね、300記事ぐらい書いたってことですね。まあに、約2年ぐらいやってます。で、まあこのマルチにハマって借金背負って島流しっていうね、まあひどいブログなんですけども、まあこれ運営運営しております。で、まああの、ここの投稿がね、ワードプレスに移行したんですけど、最初はね、あの、ライブドアブログからスタートで で、公開済みっていうところでまあ、ま、432って入ってるんですけど、まあ、300記事以上書いてます、ね、400記事書いて。で、消したのもあるので、だいたい累計500記事ぐらいは書いてるかなと思います。まあ、あの、ノート始めたタイミングで言うと、ま、300記事ぐらいだったかなって思ったので、まあ、300記事っていうふうに書いておきました。で、まあ、いきなりっていうのはね、やっぱ売れないですね。なので、ま、ブログっていうのをね、まあ、始めた方がいいよってことですね。まず、あの、いきなり有料のノートっていうか、ね、レジスを書いては売れないので、で、 まあ、最初から売れたらね、誰も苦労をしないんですよ。そう。僕もね、あの、売れたらいいなと思ったんですけど、全然最初売れなかったですね。はい。まあ、売れないからね、誰も書かないんですよ。そう。最初から売れたらみんな書くんですけど、最初から売れないからみんな書かないんですね。で、まあ、まずはね、無料のノート。まあ、ノートっていうのは無料で書くこともできるので、まあ、スタートしてみてください。まあ、ブログももちろんいいですね。ワードプレスとか、えー、ライブドアブログとかね、サクッとね、スタートできるかなと思うので、まずは書くというね、習慣を、えー、つけたらいいかなと思います。僕も全然全くのド素人からだったんでね。はい。 あの、まあ、2年ぐらいですかね。1年か2年頑張ると、まあ、ちょっとね、売り上げが立つぐらいになるのかなと思います。で、 二つ目ね、ツイッターを頑張った。これツイッターめっちゃ大事なんですよ。で、なぜ大事かというとえ、ツイッターというのは流通網になってます。流通網っていうのは、まあ、あの、簡単に言うと、まあ、こあのコンビニみたいなもんなんですけど、はい。これですね。ツイッターのあの、パフォーマンス1ヶ月ぐらいですかね。まあ、こんなもんですね。まあ、もうちょっと高い時もあるんですけど、まあ、平均してこんなもんで、まあ、フォロワー数で言うと一番右の2万人ぐらい超えてますね。はい。まあ、さっきも言ったけど、これね、コンビニの店舗数みたいなもんですよ。フォロワー数っていうのね。まあ、それだけ多いと、まあ、あの商品が売れやすいっていうことです。それは1店舗よりも10店舗の 方がが、ね、売上が立ちやすすいですよね、はいでまあ、ちゃんとフォロワーを増やしていきましょうということですね。まあ、あよくね,あのね、なんかね、買って,買ってるんですかとかね、<laughs> 言われるんですけど、いや、買ってないですね。で無理にね、こっちからフォローして、フォロー,バーが返ってきたらフォローを外すみたいな、そんなこともしなくて OK です。もう普通にコツコツ、えー、ツイートしていこうということですね。それでこうフォローしてくれるということ大事ですし、そういうふうにコツコツやってることで信頼が高まって、じゃそういう人が商品を出したって言ったときに買ってくれる人がいるということですね。買ってくださいって言わなくても、買ってくれるということが大事です。はい、で、えー、3つ目ですね。 発信で困ったことをメモ記事化ですね。うん。まあ何かね、発信やっていく上でね、わからなくて調べたことってあると思うんです。例えば、ツイッターの使い方もそうですね。で、ツイッターで使えるツールは何なのかとか、えー、ツイッターで自分の過去の検索をね、過去のツイートを調べる方法はどうなのかとか、僕結構それを調べて全部記事化してるんですよね。で、まあ、つまずいたこととかでもいいんですよ。なんかこう、わかんないな、ね。ワードプレスの設定わかんない。ノートってどうやって見,だ見出しつけるんだろうとかね。そんなことでもいい。そういうことをメモして記事化です。まあ、ツイートしておくのも OK ですね。僕今、この OBS っていうソフト を使って youtube のこの講義形式で撮ってるんですよなそれこそそれもね11時ツイートしたりとかメモしたりしてますあのどういうこと調べたかって後でね、えー、と obs をやりて youtube やりたいという人が多分出てきたときにまあいいコンテンツになるかなと思うそういう感じでやってますで、えっ、ー、とまぁ、あ、自分が困る以降困ることっていうのはイコール相手も困ることなんですよど,どっかでね、うん、なので自分だけがねダメで困ってるわけでなくてこれはおそらく始めた人はあらゆる人がね困っていって調べようとしてることなんでそういうことをちゃんと自分の中でストックしておくってことですねはい で、その情報をまとめておきましょう。はい、まあ、それだけでね、いいコンテンツになりますね。はい。なぜいいコンテンツになるかというとですね。 あのね、失敗を回避する情報に人は反応するんですよ。これはね、あの、行動経済学の分野でも分かっていることで、ダニエル・カーネマン氏らのね、研究でね、あの、分かったのが、損失を回避する。特応するね、あの、情報よりも損失を回避する情報に人は2、3倍高く反応するってことがよく分かってますね。はい。なので、ね、まあ自分が率先してチャレンジしましょう。まあ、ラッキーですよね。チャレンジで失敗したらその情報っていうのは、すごく人がね、聞きたい情報になりますので、ね。その体験談を相手目線で整理して届けていきましょうとですね。はい。はい。今日のまとめに入っていきます。はい。文字がお金になり いますねはい、月20、平均して月25万円、お金になりました。うん。はい。で、在庫、人件費いらずですよ。いや、最強ですよね。文字はね、文句言わず働いてくれますかね。しかも、電子書籍だったらね、紙の本じゃないんでね、ほんとお金いらないですからね。はい。で、まあ、価値ある文字っていうのはね、まあ、体験から生まれるってことです。まあ、つまりはね、あの文字書きゃね、価値があるわけじゃなくて、価値ある文字に変えるためには、ちゃんと体験して、それを文字に変えていかないといけない、言葉に変えていかないといけないっていうことです。だから、行動とも伴ってないといけないってことです。うん。 すするってことが大事ですね、うんだって誰でもできるじゃないですか。やったことをね、メモしていくことなんか誰でもできるのやらないんですよ。僕もね、やりたくなかったんですけど、でも誰もやらないからやろうかなと思ったわけですよね。まあちょっとそこはずるが四国ですけど、はい。だから、まあ困った時にね、えっ、ー、と、何かこう解決したいと、さ、サクッと解決したいということで、お金とか、えー、時間、まあ時間っていうかね、お金、まあそういうことはこの YouTube をね、まあ、なんか見たいなと思って見てると思うんですよ。その間僕は広告費がね、えー、皆さんが見てるおかげでね、発生するってわけなんで、まあそういう感じで、ま 1まあ一個何かをね、返しながらもお金に変わっていくってことで、それは困ったこととか、実際に体験した、実践したことだから、大事なんですよね。はい えー、ポイントが、まあ、誰でもできることを誰よりもやるっていうことがいいかなと思います。まあ、ぶっちゃけね、ほんとさっきも言いましたけど、9割の人がやらないので、はい。ぜひ、今日から、もう、ノートのチャレンジ、ブログのチャレンジですね。1年後、まあ、例えば月ね、10万でも20万でも、すごいじゃないですか、稼いでたらね、それだけで独立できるレベルだと思うんで、まあ、ぜひチャレンジしてください。で、ノートの使い方に関しては、僕はあの、YouTube の中でね、えっと、ノートの目次機能とか、ノートで書く、あの、書く方法とかね、あの、いろいろ載せてるので、よかったら僕の YouTube チャンネル覗いてみてください。一応、えっと、チャンネル概要欄、 うん、おすすめじゃないですね。コメント欄、この動画のコメント欄に一応ね、えーと、おすすめで見た方がいいなっていう、おすすめできる動画とかね、ブログ記事を載せておくので、よかったらそっちも覗いてみてください。というわけで、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、じゃあまた次回お会いしましょう。バイバーイ。